西スラブ語が、公用語の国東スラブ語が、公用語の国南スラブ語が、公用語の国スラブ語派とは、インドヨーロッパ語族バルトスラブ語派の一派で、スラブ継承民族が話す言語の総称。かつては、同民族の祖先スラブ人に話される、スラブ祖語が存在したと想定されるが、スラブ人の民族大移動の頃から文化が進み、次第に、覚悟軍が、 独自の特徴を明確にし始め、12世紀には単一言語としての統一は完全に失われた。ルーボルニ・デルレによるスラブ語派のズスラブ諸語は分布地域に一致するおおよそ3つのグループに区分することができる。スラブ語派に属するすべての言語はスラブ諸語に起源を持つ。公害化という音韻変化を特徴とするが、口実する白樺文書問題によって、 従来の仮説では、スラブ語をまとめることが難しくなった。現在の歴史言語学上の通説では、スラブ語派は、バルト語派との共通の祖先である、バルトスラブ祖語から生まれたとされている。この説によれば、紀元前3000年頃、バルトスラブ祖語の言教は、現在のベラルーシ、ウクライナ、ポーランド、リトアニア、ロシア西部のあたりに位置していた。 スラブ語派とバルト語派は、この仮説上の言語から受け継いだ、少なくとも289個の単語を共有している。スラブ語派がバルト語派から分かれたのは、紀元前千年あたりであるとする研究者もいる。過去に主張されたものとして、スラブ語派は近接するバルト語派とは、根本的に異なり、アルバニア語から派生したとする説もある。これは、 バルト語派からの強い影響は認めつつも、単に影響を受けただけにとどまり直接の祖先はアルバニア語であるとするものである。この説はソビエト連邦崩壊前後に盛んに唱えられた。しかし最近の研究によってこの説はほぼ否定されている。最近の仮説では、スラブ語派がゲルマン語派との共通祖語から分かれたとするものもある。 11世紀のブゴロドの白川文書に書かれたスラブ語に第二次公害化が起こっておらず、ケントゥム語の特徴をよく残しており、形態的にもよりゲルマン語に近いことが明らかになったため、スラブ語の公害化は三次に分かれて発生したと考えられているが、第一次公害化が5世紀後半より開始された後、ゲルマン語との共通祖語の名残がまだあった第二次公害化以前の時代に、 ノブゴロド方言を含むコルーシ語が文化していたことになる。スラブソ語は5世紀頃まで存在し、7世紀までにはいくつかの大きな方言群に分かれていったとされる。スラブ語派の統一性は、スラブ民族が居住地を拡大していくにつれて、さらに失われていった。9世紀から11世紀にかけてのスラブ系言語で、書かれた文献には、その後の文化につながる。 地域的特徴がすでに現れている。例えば、フライジンクシャフォンにおいては、当時のスロベニア方言の濃い、発音面での特徴を見ることができる。西スラブ語群及び南スラブ語群の分立に関する有力な仮説は、まだない。東スラブ語群は、12世紀頃まで存在していた、コルーシ語として祖語から分かれていったと考えられている。南スラブ語群は二手に分かれて、 バルカン半島に進出し、間にヒスラブ系民族がいた、とするのが有力である。スラブ民族のバルカン半島への進出によって、スラブ語派は分布域を大きく広げたが、ギリシャ語、アルバニア語などのもともと存在した言語も引き続き、存続した。9世紀にパンノニアへ、マジャール人が進出したことで、南と西のスラブ民族の間に、くさびが打ち込まれた格好となった。 さらにフランク人の侵入によって、モラビアのスラブ人は、スティリア、カリンシア、東チロル及び、スロベニアのスラブ人と隔離され、南、西の地理的分離は、決定的なものとなった。東ローマ帝国崩壊後のスラブ諸民族の国々は、ロシア帝国、オーストリア・ハンガリー帝国、そして、ヨーロッパに進出してきたオスマン帝国などによってそれぞれ支配されたが、 スラブ民族国の多様性が最も認められたのはオーストリアだった。当時オーストリアには南スラブ諸国に加えウクライナ西部、ポーランド南部なども含まれていたため帝国内では様々なスラブ語が話されていたことになる。スラブ語派の共通した特徴は公害化する発音や名詞やそれに一致する形容詞の豊富な屈折などが挙げられる。それぞれの言語は 非常によく似ており、一つのスラブ語を習得していれば、他のスラブ語を習得するのは比較的容易とされる。文字はキリル文字とラテン文字の2種類が存在し、西部のカトリック圏がラテン文字、東部の聖教圏がキリル文字と宗教分布におおよそ一致する。スラブ語派と隣接する言語の中でも、ルーマニア語とハンガリー語は特に語彙の面で多くの影響を受けている。 一方、地理的な近さにもかかわらず、ゲルマン語派には、スラブ語派からの影響はほとんど見受けられない。語彙の中にわずかに残っている、スラブ系起源のものを挙げると、境界を表すドイツ語、グレンツェ、オランダ語、グレンス、史上を表すスウェーデン語、トーグなどがある。ゲルマン語派の中で、スラブ語派からの影響を最も多く受けているものは、イディッシュ語である。 ソ連に属していた中央アジアの諸言語やモンゴル語なども語彙の面での影響が見られる。スラブ人によって設立された多くのドイツとオーストリアの都市はスラブ起源です。シュベリーン、ロストック、リューベック、ベルリン、ドレスデン。スカンジナビアの言語ではナビゲーションと貿易に関連するスラブの言語からのかなりの数の借用があり、おそらく スカンジナビアとスラブの接触の結果として継承されています。例えば、ローディア、PR、メートル、トーグ、ベスマン、ビスマン、ピッツチャルファット、トールックなどから、メイヤー、ハービー,イーザオリジンオブプレバルチック、リトシューニカ、37.457から64、ケイポービッチ、ヘルクイスト、エイローフ、PR、メートル、 スウェンスクエタマラジスクオードバックプロジェクトルンバーグより、ヘルクイストエイローフトーグ、スウェンスクエタマラジスクオードバックプロジェクトルンバーグより、ヘルクイストエイローフトールック、スウェンスクエタマラジスクオードバックプロジェクトルンバーグより、ありがとうございます。